ナイトから逃げてマインクラフトやるぞー。ダメです。僕の名前エキスパイリーだー。チャンネル登録してくだーい。フォートナイトの世界に閉じ込められた柴エリと、その姿を外から見ているヨウムです。っていうことで今回は、シャッコさんと、マインクラフトをやっていこうと思います。音割れ爆速 BGM やめてください。マインクラフトをやると言っても、フォートナイトでマインクラフトをやっていこうと思います。最近大物 YouTuber さんがやってるやつですね。そうです。ルールを知らない人のために説明すると、プレイヤーはこの1マスにスポーンし、板を叩いて資材などをゲットして、ボスを倒したり農業をしたりするゲームです。全然説明が頭に入ってきませんでした。説明するより見てもらった方がわかるかな？ BGM にゴリラを感じたので頭に入ってこなかっただけです。こんな感じでこの床を叩いていたらいろんなものがゲットでき、元からある島にたどり着くと、農業エリアだったり武器エリアだったりと、特別なエリアになります。マインクラフトのスカイブロックみたいなルールですかね？それのフォートナイトバージョンです。ヨウムさん、マインクラフトで序盤にやることといったら何だと思う？ベッド作るとか？このゲームには最初からベッドはあるんだよね。じゃあ拠点作り？正解。っていうことで今から拠点を作っていこうと思います。30秒後。一体匠はどのようなお家を作ったのか。ダーマちゃん。ダーマちゃん、通称ラマ。フォートナイト界隈に古くからある建築。チャプター1の時には、ジャンクジャンクションの近くに、鉄で作られたラマの建築があった。あれからだいぶ時が流れて、ネザーにあと少しで行けそうです。このゲームでもネザーあるの？どうやらあるみたいです。これ無料で遊べるマイクラじゃん。ネザーすなわち地獄は、マップの下の方に出現したみたいですね。ネザー、マグマダイブ、全ロス、頭が。全ロスしないように気をつけてやっていきましょう。こんなところになんかありますね。メガブルート召喚。なんじゃこれ。どうやら素材が足りないみたいですね。あとはクリスタルシャドウシャードクリスタルがいるのか。え？どうやら残りの素材は味方さんが持ってたみたいですね。わーお、急にボス戦が始まったよ。この金色のゾンビがボスみたいですね。そうみたいだね。ボス跳ねました。なん？だと？あとはここから撃ってれば勝てますね。っていうことでボスの体力をギリギリまで削って、とどめはシャッポさんに倒してもらうことにしました。ボスを救いたい。っていうことであとはシャッポさんお願いします。なんて強さのボスなんだ。このボスを倒せるのはシャッポさんだけだ。発信の演技やめてください。やったー。ついにボスを倒したぞー。っていうことでここまでのご視聴ありがとうございます。まだ終わらないです。っていうことで次は先ほどやったマップを40人で遊んでいこうと思います。よ、40人。身動きが取れません。草、お前草。どうやらこのマップに40人は厳しかったみたいですね。っていうことで次は1回やられたらもう復活できないハードコアモードで遊んでいこうと思います。やられたら終わりなので仲間との協力が大切になりますね。そうだね。ということで普通に遊んでいこうと思います。このゲームマイクラもできてスマブラもできるってすごいな。ハードコアモードは難しかったので、何回でもやられるノーマルモードで遊んでいこうと思います。なぜか争いが起きちゃうからね。このゲームで一番大切になってくる武器は、鶏ですね。足場編集されても鶏でケアできますね。人権武器。エージェントピーリーだ。ピーリーを探せもこのくらい簡単だったらいいのにな。マジで激ムズだよね。
ていうことでネザーに来ました。さっきはすぐにボスを倒して終わっちゃったので、もう少し探索したいですね。そうだね。お、あれ見て、ガストがいるよ。マジでマイクラじゃん。先ほどからシャッポさんに落とされまくっている、この男。今度は俺がシャッポを落とす。そう思いシャッポさんが通るであろう道にスタンバイ。さあ無事にシャッポさんを落とすことができるのか？運命の瞬間は近い。どうやらネザーのボスはもう倒してたみたいです。ネザーのボスそんなに強くない説だ。確かに、このクリエマップのコードは概要欄に貼ってあるので、皆さんも一度遊んでみてはいかがでしょうか。まあ大丈夫なんですけどね。ニワトリイコールトーテムみたいなところある。はい、それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォロー、そしてクリエイターサポート SHIDARI の方よろしくお願いします。それじゃあまた。って動画の尺が足りてない。動画の尺を8分以上にしないと。やばい、シャッポさんはもう終わるみたいだけど、僕はこのゲームをクリアする。このゲームにクリアとかあるの？わからないけど、100日間生活したらクリアできるでしょ。っていうことでクリアしてきます。2時間を。ついにこの時が来た。非常に長く、苦しい戦いだった。これでついにクリアできるんですね。やっと半分。このままやってるとクリアまであと3時間ぐらいは必要になりそうです。あらま。動画の編集する時間がなくなってしまうので、非常に悔しい結果ですが、ここで終わろうと思います。残りの尺は吸収をどうぞ。ご視聴ありがとうございました。